どうもこんにちは、こんばんは、ゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、今回はですね、今からねパックと、まあ、フォートナイト、まあ、スターウォーズコラボがね来たんで、まあやろうと思うんですけど、あの今回はね、あの前パックに、まあ、ボスの振りしたんですけど、今回もねスターウォーズのボスの振りちょっとしてやろうかなと思います。まあね、今回いるこのねダース・ベイダーだったり、あとはねまあストームトルーパーとかもまあ島にいるじゃないですか。なんでこのストームトルーパーとか、あとはねこいつ、このチューバッカもね、マップ上にいたりするので、まあこのチューバッカだったり、まああとねもう一体こいつ、今回追加されたこのかっこいいね先進兵器研究部門トルーパー、ちょっとこいつのね振りをしちゃいたいなと。まあパックね、あの意外とやっぱ騙されるんですよ、前回ね見てもらったら分かる通り、ちょっとねまあ騙すことについては心痛いんですけど、でもその反面ちょっとおもろいんで、まあ早速ね、結構面白いリアクションが見れると思うんで、やっていこうかなと。あれです、クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V-BUCKS もらえてるかも。さあパック、はい、いやスターウォーズコラボ来たの知ってる？知ってるよ。でダースベイダーとか追加されてんの知ってる？いろんなボスとかさ、あのチューバッカーとかそういうのもいろいろ追加されたのよ。はい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 、なるほどね。どうする？誰倒しに行きたい？ダースベイダーどこにいんの？ダースベイダーね、赤く光ってるとこあんじゃん、あそこにいる。あそこか、遠いな。うん、まあそこ行ってみよう。じゃあちょっと、まあ行ってみよう。うん、まだライトセーバーとかゲットしたことないの？パックまだないないない。あ、赤いライトセーバー投げれるの使ったことない？ないよ。あ、そっか。まあパックなんかチャプター4ぐらいからだもんね、なんか現れ出したの。現れ、そうだね。うん、チャプター3の頃はやってた？ちょっとだけやったけど全然わかんない。でもまあじゃあダースベイダーのだからあれは使ったことないのか、ライトセーバーは。ないない。あ、はいはいはい。まあじゃあちょっとライトセーバー入手しよう、ダースベイダー倒して。うん、まあボスだから気をつけてね。前回もボコボコにされてたじゃんパック、もう全ボスに。あれは敵が悪かったと思う。ああ、まあ、でも敵とかいなかったじゃん。だったら別にあれ、いやいやいや、分身したし、あいつなんか。あ、ゼウスね。ゼウス分身したもんね。うん、で調べたけどさ、分身しないって書いてあったから。え、でもバグだと思うけど。あ、奇妙なバグが起こったんだ。そう。あ、さあパックがダースベイダーのところ向かってますね。あそこいますよ。まあちょっとパックとりあえず戦ってみ。戦ってみる。うん、意外と今回も一人で。あ、まあそうだ、一人で。まあそうだね、一人で やりたくない？とりあえず。まあまあまあ勝てるしな。あ、勝てる。あ、言ったな。オッケーオッケーオッケー。練習してきたから。うん、じゃあ僕はまあちょっと別の街いるからさ。うん、うん、ちょっと頑張ってみ。分かった。うん、多分なんとかなるよパックなら。応援してる。よし、もう行っちゃうわ。あ、もう行っちゃう？もう行っちゃうよ。あ、もう行っちゃう。あ、そう。いやいやいや、もう弱い弱い、こいつ。あ、でも、パック大丈夫？パック大丈夫？パック。パック、パック。え、パック。パック、なんか、大変なことになってるけど。あ、パック。パック逃げてったけど。まあ、一旦ね。まあ、一旦回復した方がいいよ、じゃあ。回復探してくるわ。一旦ちょっと回復しな。絶対回復した方がいいから。よし、じゃあね、僕は、この間にね、ちょっと、ダースベイダー倒してんだけど、ちょっとやばい、僕も死にそう。普通にさ、ダースベイダークソ強いのよ。まあ、そりゃパックも勝てないわ。まあ僕は勝っちゃいますけどねと。ちょ、お前は死んどけと。で、お前を殺す。おい、やばい、こいつうざい。その飛ばす攻撃やめて。あ、もう最強、最強のとこ行っちゃおう。ここ最強だから。はい、ここ乗っちゃって、あとはダースベイダーをこうやって撃てばもう倒せちゃうんですねと。これパックに教えてあげよう、後で。ちょ、動画撮り終わった後にちょっと教えてあげよう、これね。この倒し方ね、この倒し方マジで強いから。こうすればダースベイダーなんて余裕で倒せるのよ。でもやばい、ちょっと早く倒さないと。バックが戻ってきちゃう。バックがちょっと戻ってくるまでにね、倒さないと。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。よいしょー、オッケー。じゃあちょっと、とりあえず、ライトセーバー取って、ちょっと回復して。よし、ちょっとボスの振りしちゃおうかな。いや、バックちょっとごめん。今ちょっと、一瞬ちょっとトイレ行っちゃってたんだけど。ごめんね、ちょっと。もうどうしてもトイレしたくなっちゃってさ、トイレ行ってたんだけど、大丈夫？大丈夫そう？もう回復もしたし、もう最強武器見つけたから勝てるよ。あー、もう回復した？うん。あー、じゃあ、いけるんじゃない？じゃあ。よし、もう、行きまーす。あれ、なんか全然。おい、痛い痛い痛い。まずこれを。パック大丈夫？はい、なん、パック。何あげたの？雷持ってる。あ、雷持ってんの？はい。うん。パック、うん。うん。パック？ええ。あ、当たった、当たった。あ、当たった。パック大丈夫そう？パック、これ全然、何これ武器、パック大丈夫そう？パック、でもこれで忘れた、なんか、パック大丈夫そう？パック、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 本当に大丈夫なの？パック、本当に大丈夫なの？いや、大丈夫大丈夫。妹された、妹された。妹しないよ、あいつ。
パックね、パックってばまたじゃん。キモいわ、ちょっと顔がタイプじゃない顔がタイプじゃない、ちょっとわざと負けた。あ、わざと負けた。あー、まあまあでもダースベイダーじゃとりあえず倒せる。うん、倒せるよ。あ、じゃあ次なんかさ、ストームトルーパーもいるからさ、うん、ちょっとストームトルーパーと戦ってみよう。分かった、うん、ストームトルーパーもまあまあストームトルーパーはやれるよ、弱いからあいつやれるよ。うん、じゃあ行こう、もう一回。よし、パック、ストームトルーパー退治行くぞ。行こう。パック、ストームトルーパーどこいるか知ってる？知らない。あの、ストームトルーパーね、ラビッシュレアあたりにいるんだよ。うん。だからね、一回ラビッシュレアで装備整えてから行くのがいいと思う。うん、分かった。うん、結構ね、弱い武器でも意外といける、本当に。適当に言えば倒せるから。とりあえずまあ、ラビッシュレアで武器集めときな。分かった。じゃあ、ということで、パックが今ね、ラビッシュレアで武器集めると思うんで、僕がその間に、まあ、ストームトルーパー雑魚なんでね、5秒後ぐらいで倒せるんで、ストームトルーパーになりたいと思います。ってことで、やばい、急がないと。パックが来るまでにね、あ、パック行ってんね、ラビッシュレア。パックが来るまでに、よし、これ取って、はい、よいしょー、よいしょー、よいしょーと。はい、一人やり、からの、はい、もう一人もやる、オッケー。じゃあ、ちょっと、ボスの振り、しちゃっていきましょうかね。どうしようかな、まあでも、いいイレブンブラスターライフルあるから、ちょっとこれをしっかりと持とうか。あと、ミニポとかも飲みたいね。どう、パック武器、いい感じ？勝てそう？さすがにまあ、いける？完璧やね。あ、完璧。じゃあ、楽しみにしてるよ。ちゃんと今回は倒せること。もう倒してるところちょっと僕一回も見たことないからさ。うん。毎回ビクトリーロイヤルって文字出るからさ、ロイヤルって文字出るからさ。うん。ちょっと今回はなしで頼むよ。任せ。うん、任せるよ。よし、僕もストームトルーパーのとこ行くよ、じゃあ。分かった。もういるわ。あ、もういるじゃん。もう倒しちゃっていいよ、じゃあ、先に。倒すわ。うん。おお、大丈夫、パック。いいね、こいつ、こいつ強いな、ちょっと。大丈夫？大丈夫？シールドあるんだもん、シールドあるんだもん。うん、こっちないのに。ほら、逃げた、逃げた、逃げた。なんか逃げたよ。え、逃げた？逃げてる、逃げてる、ほら。え、どういうこと？なんかもうビビってるもん。え？え？何？どうした？なんか建築した。建築した？どういうこと？建築した？え？なんかダッシュしてる、ダッシュしてる、なんか。え？ミニポ飲んでる、ミニポ飲んでる、なんか。ミニポ飲んでる？なんか。全然ないじゃん、こいつ。え、ストームトルーパーなんか進化したね、なんかよくわかんないけど。なんかめっちゃ強いぞ、こいつ。え、何そのストームトルーパー。え？初めて知ったんだけど、そんなストームトルーパーいるの？え、車乗った、車乗った、車乗った。ストームトルーパー、車乗ったの？車乗ったんだけど。え？どういうこと？ねねねねねねね、ここ、やばいやばいやばい。暴走してる、暴走してる、暴走してる。大丈夫？え、大丈夫？いいよ、飛んでった。ランボルギーニ乗って飛んでった。ストームトルーパー、ランボルギーニ乗ってんの？でも何もしてこない、ずっと逃げてる。え？そのストームトルーパーおかしいよ、パックそれ。おかしい？こいつ。うん、おかしい、おかしい。どうなってんの？僕そんなストームトルーパー知らないもんだって。これ敵いないよね、だって。そう、火星マッチだからいないよ。でもほら、何もしてこない。何もしてこない。え？引こうとしてくれ、人を引いてくれ、引いてくれ、引いてくれ。え？パック、ストームトルーパーに引かれて死ぬって意味わかんないからね、パック。引かれて死なないでね。銃を撃ってこないから勝てそう。いない。あ、いた。おお、エモートしてる。エモートしてる。何もしてこないよ。でも何もしてこない。あ、何もしてこないの。でも建築するじゃん。おかしいでしょ。ダッシュするし。え？おいおい。パック。パック。なんか消えてきたんだけど。パック、何やってんのまた。ストームトルーパーに負けんのはもう意味わかんないよ。いや、でもこいつかわいそうだったからちょっと。ああ、優しさ。まあじゃあそんな優しいパックには、あの、仲間になってくれる中ばっか、いいよ、中ばっか。あ、中ばっか。うん、ちょっとあの、じゃあそいつのとこ行こうかな。うん、場所教えてあげるから、ちょっと中ばっか仲間にしよう。じゃあ、うん、戦わなくていいんだよ確か、中ばっかは。だからいいよ、ちょうどいいよ。そうなんだ。うん、まあ行こう行こう。じゃあもう一回。よし、パック、中ばっか、行こう、会いに。行こう行こう、仲間だからね。そう、中ばっかはね、プロウラーバトルグラウンドにね、いるから、この端っこにいるから、なんか、いい武器をね、渡すと、うん、あの、仲間になってくれんの、うん。あ、そうなんだ。そう。お金じゃないんだ。あ、そう、まあ、そんな金なんか取んないよ。武器、武器、武器。いい武器を、そう、渡すだけで仲間になってくれるから、とりあえず、まあ、あれじゃない？まあ、適当にあさって武器ゲットして、まあ、うん、あの、プロウラーバトルグラウンドの確かね、真ん中あたりにいたかな？真ん中あたりにいるから、うん、まあ、ちょっと、話しかけてみ。わかった。うん、じゃあ、ということで、ものすごい嘘をね、言いました。本当だったらね、どこだっけ？もうどこだか忘れちゃったけど、なんか確かここら辺とかにいたよね。確かここら辺とかにね、本来であればね、この中ばっかはいるんですけど、僕がね、この中ばっかのふりをするために、もうプロラーバトルグラウンドにいるよという嘘をね、吐いて、さらに、いい武器をもらっちゃおうという魂胆でね、いい武器渡すと仲間になるよという、すごい嘘をつきました。まあ、なんか普通に騙されてるっぽいんで、やっていきましょう。ごめんな、パック。よし、パック、いい武器探しな、いい武器。いい武器ね。だからパック、どの武器渡す結構大事よ。うん、分かった。ちょっといい武器見つけるわ。いい武器見つけな。本当に大事だから。あ、でもあれでは中ばっかいるわ。プロ
ラバトルグラウンドの、うん、奥あたりにね、うん、なんかツッツッ立ってるよ。あ、そうなんだ。うん、じゃあ行こうかな。あ、もういい武器見つかった。いやー、ちょっとあれがあればよかったんだけどね、あのスターウォーズの武器。あー、確かにあれミシックだもんね。あの、E11 なんかガジェルみたいでいいじゃん。ちょっと何言ってるか分かんないけど、まあ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 、よく分かんないけど、とりあえず武器渡そう。まあもう渡すわ。あー、もう渡す。うん、お似合いの武器あったから。そんなお似合いの武器なんかあるんだ、スターウォーズの武器以外で。うん、そんなのある。よし、お、いる、いる、もういる、なんか待ってる。あー、ほんいるよね、やっぱ。あー、はい、あ、パック来、うん、たね。うん、武器渡すな。うん、もう、うん、僕後ろで見てるから。違う、これじゃない。はい、あ、パックダメだよ、そんなお気に召さない武器渡してたらそれ怒るに決まってるじゃん。あ、そうなんだ、うん、じゃあ使おうと思ってこれでいいや。あ、そっか、お、仲間になった。あ、多分仲間になったよ、それパック。あ、よかったじゃん、ね、これ。うん、それパックの仲間だから。あ、ほんとだ、ついてくる。うん、多分ついてくよ。なんでチェーン持ってんの、こいつ。あ、そいつなんかチェーンの使い手なんだって。こいつが。そう。なの確かね、こいつなんかボスと戦うのなんか手伝ってくれたりするよ。あ、そうなの、ボスちょうどいるよ。あ、いいじゃん、じゃあ戦おうぜ、ボスと。あ、さすがに勝てないんだね、前のリベンジしようよ、前ね負けちゃったから。そうだね、うん、こいつでも強いでしょ、こいつ多分結構強いよ、はい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 、当たんないな。いいじゃん、ほら味方結構倒してくれてるよ。強い、もう何も知らなくていい、ね、これ。え、結構倒してくれてんじゃん、よかったじゃん。強い、うん、やった、勝てるよこれ。これ絶対いけるって。あ、いいじゃんパック、今度こそ勝てるよ。頑張れ頑張れ、初勝利いけるよ、初勝利。勝てる勝てる、これ。よし、あ、もうアレス出てくるじゃん、うん、アレス体力バー出てるよ、アレスの。どこさあ、アレス、リオアレス、ほら。よし、もうこいつ楽勝よ。ねえ、楽勝だよね、楽勝楽勝。痛い。パックなんか裏切られたんだけど。裏切られたんだけど。え、向こうに着いた、向こうの敵側に着いた。あ、中ばっかだ、アレスの実は仲間なんだよ。あの、なんか裏切り者みたいな感じだったわ、ごめん。え、勝つじゃんこいつ。あ、だから多分裏切られちゃったんだ。あのね、うわ、これアレスじゃなくてゼウスと戦えばね倒してくれんのよ。え、言ってよ、それ。あ、ちょっとごめん、忘れてた、ちょっとすっかり忘れてたわ。いや、でも、いや、まあ、まあ、いいや、こいつカスだし。あー、まあでもね、もう一人ね、今回新しいのいるんだよ。そうなの。そう、結構黒くてめっちゃかっこいいの。うん、うん、そいつとちょっとさ、戦ってみない、最後。じゃあ、そっち最後行ってみよう。うん、最後行こう、最後。よし、パック。はい。黒いね、ストームトルーパーがね、プレザントピアッツァにいるらしいんだよ。僕もね、まだ戦ったことないんだけど、うん、あ、そうなんだ。そう、いるらしいからさ、あの、ちょっと倒してみてよ。うん、何を落とすかとか知りたいんだよね、うん、ちょっと。うん、まあ、見とけよ。うん、ちょっと見とくわ。ちょっと、まあ、あの、頼り、うん、ちょっとあんま頼りにならないんだけど、まあ、あの、まあ、今回こそはね、うん、いけるよね。うん、いける、今回こそはいけるか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、任せてよ。絶対勝てるね。うん。はい、オッケーオッケー。もう信用してくわ、じゃあ。よし、パック、武器とか多分集めておいた方がいい。もう絶対あの集めとくべきだから、多分結構強いと思うから、うん、黒いし、分かった、うん、武器いっぱい集めときな、うん、さあということでね、黒いストームトルーパーなんてねボスとしていません、僕がなります。まあパックなんか絶対勝てるとか言ってるんでね、もう僕がね最後もうボコボコにしてやりたいと思います。ちょっとじゃあなんか武器ないかな、武器もう何でもいいや、もう何やっても多分ボコするから、とりあえずオッケー。あ、よしよし、あ、反響とかいいじゃん、いい感じの武器手に入れれたね。まあできればスターウォーズの武器欲しいけど、まあちょっとなさそうだから、まあいっか。よし、パックどう、武器集まった。いや、キャベツしかない。うん、キャベツしかない。あー、それちょっともっと集めた方がいいね。ちょ、それはまずいわ。開いてるんだ。なんか爆発音しなかった今。本当だ、なんか。なんかショックウェーブみたいな音したよね。うん、え、大丈夫かこれ。パック。やばい、パック入れて、目の前いるって。なんかいるって、こいつって。パック、こいつって。目の前いるって。電話やばいやばい。え、セット乗ってんのパック。全然全然。一旦逃げた方がいい。一旦逃げた方がいいよ絶対。一旦逃げた方がいい。一旦逃げた方がいいよ。一旦パック。一旦逃げた方がいいってパック。うん、逃げる逃げる逃げる。いや、パック追いかけてきてるよパック。パック追いかけてきてるって。パック、パックやばいじゃん。パック、パックまずいまずいまずい、ちょっとどうすんのどうすんの。もうずっと追いかけてきてるよ。ずっと追いかけてきてる。じゃあどこで見てんの、どこで見てんの。え、あの今ちょっとごめん、今僕も武器集めてんだって。ちょ、そんな武器、僕もそんなさすぐ武器集まれないじゃん普通。うん。ちょ、パック死なないでね。なんかめっちゃ怖すぎて、めっちゃ怖すぎて、めっちゃ怖すぎて。死なないでね絶対。絶対死なないでね。いや、死なないよ、死なないよ。死なないね。もう任せてよ、本当死なない。もう本当大丈夫ね。大丈夫大丈夫。大丈夫なそうだけど大丈夫。
よしよしよし、逃げれた逃げれた。なんで編集してんの気づかないんだ。あーよかったよかった、逃げれたか。じゃあじゃあ、あいつは小生。でもやばい、パク来てるよ、パク来てるよ、パクん、パク来てるよ。あぶねぶねパク、パク来てるよ。はいパク、はい、パク来てるよ。まずくないこれ。飛んでった飛んでった飛んでった。でもちょん飛んでった飛んでった、戻ってきてパク。あパク、パクこいつ、めっちゃ、めっちゃ編集してる。本当編集してる、編集してる、編集してる。クリエイティブボーリアみたいな動きしてるよ。ちょっと、パック、僕もなんか、パック死んだら僕も死んだんだけど。え、どういうこと？え、わかんない、なんか、よくわかんない。フォートでバグってるね、パック、いろいろとね。バグか。いやー、まあちょっとバグ直ったらまたちょっと呼ぶから、またさ、ちょっと練習しといて、ボス倒せるように。バグ直しといて、ちょっと。うん、じゃあまたね、パック、またちょっと、また今度やろう。うんうん。うん、分かった。なんか、うん、ね、いろいろなんかバグっちゃっててごめんね。いいよ。うん、じゃあちょっとまたね、パック。じゃあね。はい。ということで、なんかうまくいきましたね。なんかよくわかりませんけど。まあとりあえずですね、パック可愛かったなと。パックちょっと下手だったなと思った人は、チャンネル登録して、通知音にして、高評価、押しといてください。好評だったら、また、パックが出てきます。あと他にパックにね、やってほしいドッキリとかあったら、ぜひね、コメント欄で教えてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ！チャンネル登録と通知音よろしく。